はい、新東 YouTube 代表取締役社長の石川達也です。営業一課課長杉浦修司です。よろしくお願いします。さて今日はこちらのセラム F フラットプレミアム高反射瓦のカタログをご紹介させていただきます。はい、まあ、こちら瓦の方はシンプルなデザインのセラム F フラットなんですが、2色の特別なカラーを準備しております。見えるかな、はい、見えますかね、どういう感じかな、はい、マーブルブラック40とマーブルブラウン40の2色になっております。はい、よくお客様から40と何ぞやってよく言われるんですけど、これよく大体の瓦屋さんがなんや壺40枚やろってよく言われますけど、はい、実はこの40にはちょっと下にご覧いただくと近赤外線反射率 40% 以上の40というのをつけて、はい、マーブルブラック40、マーブルブラウン40となっております。はい、はい、じゃあこの40がどんだけすごいことかということをちょっとお話しさせていただきますと、こちらのね、表をご覧ちょっと見えるかな、はい、うん、このゴールドのゾーンにマーブルブラック40、マーブルブラウン40があるんですけど、これ何かって言いますと、一般的な釉薬の瓦って 20% から 30% ぐらいなんですね。例えば、スレート瓦ですと 10% 弱、それがなんとこの2色は 40% 以上あるということで、弊社では 40% 以上の標準的な色をプレミアムゾーンというふうに、呼ばせていただいて、プレミアムな瓦としてご紹介させていただいております。そのプレミアムゾーン以上のものを高反射瓦と呼んでるということですね。はい、はい、40% 以上を高反射と定義しております。私どもとしてはということですね。はい、はい、じゃあその 40% 以上あると実際どんだけいいんだろうというところをちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、カタログの、この右下あたりですね。はい、これあのサーモの画像ありますね。向かって左が高反射、向かって右側が一般的な釉薬、さっき 20% から 30% というふうに言いましたけど、はい、その瓦のサーモの画像ですね。まあ、これですか、表面の温度ってことですね。うん、まあイメージ的にはこんな感じだよと。ですね。はい、あのまあ見てからに涼しくできてるんだなというふうに、見えます。実際グラフの方ですね、温度差比較してみますと、これあの瓦の裏の温度です。はい、瓦の裏の温度で、一般これは上からこうランプを照射して、はい、で、ずっとこう温度が温度の上昇が一定になるなった時の比較ということですかね。そうですね。どんどん右の方からこう上がっていって平らになったところのピークの温度比較をしているということですかね。そうですね。はい、縦軸が温度、横軸が、時間ということで、まあ、大体一定の時間過ぎると、まあ、どの屋根材も一定になっている、まあ、この辺を一つ、試験、まあ、測定材料とさせていただきました。はい、まずスレートと高反射比べると、なんと瓦の裏で22度も違うんですね。はい、じゃあ一般的な、さっき 20% から 30% ぐらいってお話しました、一般的な釉薬とプレミアムな瓦でいきますと11度差ができております。なかなかすごい数字だと思いませんか。そうですね。だから普通の瓦でもしっかりいいメリットが出せるのに、この高反射瓦を選んでいただくと、さらにこう温度の、差が顕著になるということですね。はい、まあ、当然瓦ですから、瓦の本体の厚さと、あとあれですね、のじ板の間の空間ございますので、そういったのを加味すればやっぱり屋根材って瓦っていいなと思いますね。はい、はい、セラム F フラット、シンプルなデザインなので焼くものにもこだわっております。はい、右上ですね。はい、はい、三瓦がシンプルな瓦ですので、
墨胸部には回り墨、ケラバ部にはストレート袖ですね。で、ストレート袖には雨だれ防止機能もついております。はい、ぜひあのここに QR コードございますので、雨だれ防止機能の、動画ございます。まあ、百聞は一見にしかずですので、ぜひご覧いただいて機能性をご確認いただきたいなと思います。やっぱりこうストレート袖ではこの側面が綺麗ですね。同じラインでですね、あの、うん、表面だけじゃなくって側面もツラ位置に仕上がりますので、よりデザインにこだわって見える方にはいいのかなというふうに思います。まあ、このストレート袖ちょっとくどいですけれども、施工上の注意としては、あの利き足が280というところだけはご注意いただきたいというところですね。そうですね、はい、設計施工上ご注意いただきたいなと思います。はいはい、さらにですね、はい、このプレミアムカラー、温度だけではなくてですね、色調、色目にもこだわっておりまして、はい、まあ、先ほどのこういう感じですね。はい、これセラム FS でもご紹介させていただきました。これイタリアの加色器で、配色しております。これ現物見ていただいた方がいいですかね。そうですね、はい、はいはい、現物いきましょう。はい、はい、こういう感じですかね。ちょっとスプレーがけですので、全体にちょっと薄がけで、なんとなく瓦のテラコッタ感残しつつ、まあ、特徴的なここですね、ちょっと汚しというかスパッタね、ブラウンの吹き付けスパッタがございます。うんうん、これあえてフラットな瓦にこのスパッタを入れることによって、まあ、シンプルな、ついついやっぱりセラム F フラットシンプルな仕上がりになっちゃうんですけど、ここで豊かな表情が演出できます。これやっぱり右側に今回このこちら側に汚しがこう、まあ完全ではありませんが、うん、その縦状にこうスパッタされてます。うん、そうですね。これ真ん中のにスパッタされたもの、うん、こちらの端っこにスパッタされたもの、うん、大体3大きく分けると3パターンぐらいの汚しのパターンになりますかね。はい、そうですね。うん、それをランダムに入れさせていただきますので、うん、普通に施工していただければですね、うん、まあ、豊かな屋根が、うん、想像できるんじゃないかなと。でなおかつこれまあ縦にこう入れているので、汚しを、うん、こう吹き上がった時にこうちょっとこう壊れ感が生まれてきますよね。そうですね。うん、屋根に表情出てまいりますし、はい、くどくない感じの汚しが演出できるんじゃないかなと思いますね。うん、はい、でさらにこちらの、まあ、よくね僕ら屋根業界ではこの一番先端の部分見つけなんてよく言うんですけど、ここにもこのスパッタと呼べる吹き付けが施せるんですね。ちょっとこう見えるかな、画像では難しいかなって気がしますけど、ね、ここだけじゃなくてここも、うん、入っております。うん、やっぱり僕ら屋根ってどうしても工事するときに屋根の上から見るんですけど、やっぱりお家って下から屋根を見上げるもんじゃないですか。その時に一番見える部分にまでしっかり吹き付け施しておりますので、本当に豊かな表情を演出できるのかなと。これやっぱり我々イタリアの方からね、この加色する、機械をですね入れているから、まあ、できるという技で、まあ、本当に今のところ、私どもの強みになってますね。ね、はい、なんで本当に反射率だけではなくて表情もプレミアムな瓦ですので、ぜひ例えばこんな風にですね、一つの例えば分譲住宅とか町並みを形成するにあたり、やはり屋根ってすごく見えやすいところですので、これをうまくご活用いただきますと面白い街づくりになるんじゃないかなと。そうですね、別に黒だけで施工しなくても、このマーブルブラウン、マーブルブラックが適度に入ったりすると、まあ、非常にこうつながりがいいというか、自然にこう街並みがつながっていくというか、ね、街づくりにご利用いただけたらなっていうふうには思いますね。華やかな街になると思いますので、ぜひお勧めいただければと思います。はい、はい、今日はですね、セラム F フラット、高反射瓦、マーブルブラック、マーブルブラウン40、こちらの方をですね、ご紹介させていただきました。機能的な瓦になりますので、もう少し詳しいよという話が聞きたい、いろんな質問がある、
こういう場合にはですね、我々の担当営業までですね、どしどしとご質問いただけたらというふうに思っております。本日はありがとうございました。